未来を見つめる瞳に秘められた熱い思い、それがきらめきの力。世界遺産姫路城、このすぐそばにあるのが姫路市立動物園。園内では象の姫子をはじめ100種類以上もの動物を楽しむことができます。今回の主人公はここで飼育員を務める株本理沙さん。小さい頃から動物が好きだったので、動物関係の仕事に就きたいなと思って、今担当している動物がモルモット、ウサギの小動物とヤギと豚の家畜動物。さらに株本さんが担当しているのが、なんと鷹。鷹城プロジェクトの一環として始まったのが飼育の始まりですね。そもそも姫路城が鷹狩り文化があったお城なので、また伝統を復活させようというので始まったのが始まりです。鷹狩り文化を広めるため地元のイベントにも参加、日々鷹とのトレーニングも行っています。気持ちよく飛んでもらえるというか、助走をうまいことつけれるようにっていうのだけは気をつけてます。やっぱり信頼というか、まあ、許容してもらえるかっていう関係性は大事かなとは。株本さんのきらめきの力とは、姫路城が隣接しているお城の中にある動物園っていうのが本当なかなかない立地の場所やなっていうのはありますね。お城来てついでに動物園楽しむでもいいですし、動物園来てついでにお城楽しむっていうところが魅力的だなとは思います。株本さんのきらめきの力は明日も輝きます。